ドナルド・トランプが当選したとしても、ハリスが当選したとしても、ビットコインが最終的に下落するという未来には一切の変更、私の意見には変更がありません。まあ、こちらですね、11月5日に米大統領選挙が行われ、この後にビットコインがさらに上昇するであろうと、そして特にドナルド・トランプが当選した際にはビットコインがさらに上昇するであろうと、そういった考え方が一般化されている状態なのですが、まあ、ここでね、私話していきたいものとしては、誰が当選したとしてもビットコインが最終的に事実売りで売られることです。本日こちらに関してね、注視していきたいと思います。はい。で、早速入っていきたいと思うんですけど、これからね、ビットコイン、そして S&P500 日経平均がこれから私リセッションによって下落するとそう考えています。バンテージ FX、私今現在ね、メイン取引所として使っていますが、こちらの取引所があれば、USDT でこれらの銘柄すべて取引することができます。今上昇しているので、まあ、下落しないように見えるのが普通のことなんですが、工業の時にこそ売って、非課の時にこそ買えっていう格言がある通り、今ローカルのトップが生成されてます。今からね、さらにね、ショートを売っていきたいと思ってるんで、皆さんね、バンテージ FX 説明欄に入金ボーナス最大活用法貼ってるんでね、使い方見ていってください。はい。必要となってきます。で、早速ね、ビットコイン短期的な分析からね、入っていきたいと思うんですけど、現在ですね、ビットコイン6万8000ドルのレジスタンスに現在、挑戦しています。で、この6万8000ドルのレジスタンスで、こちらをブレイクするのであれば、次ですね、この6万9600ドル付近が見られていくこととなってきます。ビットコインですね、5万9000ドルの付け足サポート、こちら昨日の動画でも話しましたが、高時間軸のサポートやレジスタンスであるほど、まあ、意識される傾向も意識される可能性が高くなることをね、話してきました。このようにですね、8月と9月、終わり値と安値でこの5万9000ドルが意識されていたわけなんですが、ビットコインがこのようにサポートと確認して反発したことがわかります。そしてね、ついさっきこちらですね、6万7600ドル付近の月足レジスタンスを一気にブレイクしました。で、こちら一気にブレイクしたことからですね、ビットコインですね、次のレジスタンス、さっき見た通り6万8500ドル。こちら私が見ているレジスタンスですね。そして6万8500の次、まあ、こちらの価格帯に6万9600、7万1000、そして7万4000ドル付近が、まあ、しようとしてね、考えられてきます。そしてね、この後ね、今夜 X の方にレポートをね、更新したいと思ってるんですが、はい、今現時点でですね、このようなシナリオが濃厚かなと私は考えてます。で、私のね、チャンネルの動画をね、見ている方、そして X のレポートをね、まあ、ずっと見ている方していると思いますが、私ね、3月の時点からビットコインが天井打ちのストラクチャーをこれから形成していくだろうと、そして天井を生成するのには数ヶ月かかることをね、こちら話してきました。で、11月5日の米大統領選挙前後でビットコインが下落してくる可能性がね、非常に高いことをね、話してきたと思いますが、今の上昇が米大統領選挙を盛り上げるための上昇でしかないことに気づく必要性があるんですね。で、私ね、よく話してますが、相場っていうのはですね、多くが思う逆の方向に動く修正性質があります。まあ、例えばですが、はい。大衆心理とも言うんですけど、これは相場だけじゃなくて世の中の心理においても、まあ、見ることができるんですね。私は大衆心理、世の中の逆の方向に行く、僕の思う逆の方向に行くのが相場の性質もあるんですが、これがまあ世界の心理、世界のルールでもあると私はまあそう考えてるんですね。例えば2009年のなでしこジャパン、誰もがなでしこジャパン優勝すると思ってなかったけど優勝した。朝倉未来 VS 平本蓮、誰もが朝倉未来勝つと思ったけど平本蓮が勝った。私が想定した通り。はい。とか、リーマンショックね。誰もがリーマンショックがね、起きると思ってなかったが、リーマンショックが起きたとか、コロナクラッシュ、ビットコインが誰もが3000ドルまで下落すると思ってなかったけど、3000ドルまで下落したっていうようにですね、誰もが想定しないものが起きるっていうのが、この世の中の本質でもあり、まあ、それが相場の本質なんですよ。世の中イコールこの相場なんで、相場はこの世の中の中の一つの一部のものしかないので、人間がかかってるんでね、はい。そういったね、私はね、ルールっていうかね、この世の中にそういったルール、性質があるとそう思っているわけなんですね。だから世の中が本質的に考えたら、何かの逆行に行くっていうのがそういうルールなんで、そういう風になってくるはずなんですけど、まあこれは全て時間が教えてくれます。はい、これずっと話してますが、私が相場の真実を知ってるかどうか全て時間が教えてくれます。ビットコインが11月5日まで上昇していくっていうシナリオは全然考えられたシナリオです。これも話してきたと思います。ただ、どこまで上昇するのかっていうのが問題なんですね。で、この11月5日前後が私ね、節目となってくると思っているわけなんですけど、米大統領選挙があるんで。で、ここで、ドナルド・トランプが当選したとしたら、さらにね、ビットコインが上昇する、仮想通貨が上昇すると、そう考えている人がね、現在多い状態なんですけど、まあ、ドナルド・トランプがビットコインをサポートしているからなんですけど、私からしたら、まあ、トランプが、私はトランプが、こちらで、ね、
当選すると思ってます。はい、当選すると思ってますが、これ関係なしに私は下落してくると思ってます。で、ハリスもビットコインに対して、ね、今サポート見せてるので、まあ、トランプが当選した方が仮想通貨上がるけど、まあ、ハリスが当選したとしても仮想通貨上がるよねみたいな世界線にも入ってきてるわけなんですね。だから誰が当選したとしてもビットコインは上がるよねっていうのが一般認識になってるわけなんですよ。ただ経験のある人は分かると思いますが、相場っていうのはですね、事実売りがされます。噂で勝ってる事実言われる、まあ、例えばね、最近あった利上げ利下げ、はい、利上げがあった際には逆にビットコインが下がらずに下落していったっていうのがあったように、利下げがあったらビットコインは下落していくんですよ、していくんですよ。なんなら今までの過去の傾向を見ていったら一目で分かるんですけど、 S&P500 ね、S&P500 米株が下落していったタイミングっていうのは実際に利下げが始まった時期なんですね。利下げって言ったら普通上がっていくじゃんっていう、それが一般的な考え方となっているわけなんですが、ただ逆に利下げが始まった瞬間に下落していくっていう、はい、でチャートを探しているんですけど、なぜか出てきませんね。はい、出てきました。利上げが起きていた時期がこれなんですけど、ちょうどビットコインが上昇していったわけなんですよ。で、利下げが起きたらビットコインがこれから下落して上昇していくだろうと、そう思われているわけなんですけど、事実で噂で買われて事実で売られるんで、で、こういった大きな誰もが意識しているイベントって毎回事実売りが入ってくるので、今かなりね、高揚感入ってきてます。このマックスの高揚感である時に私は相場が反転してくると思ってます。そしてそこを節目に私の大きなショートね、狙っていこうと思ってます。はい、そこでね、本格的にショートで狙っていこうと思ってるんでね、まあ、その前後ね、私ね、VIP トレードグループの方で話していきたいと思います。VIP トレードグループ入ってないか何してるか分かりませんが、説明欄ね、こちら見たら分かるね、入り方。説明欄にいるバイビット、ビットゲット、バンテージのどれかの取引所をメインで使っていったら ANA 無料でね、これから招待していきます。で、マネージャーに24時間以内に招待するように話しておくんで、この動画が出てから、はい、見ていってください。はい、まあ、こんな感じでね、ビットコインが私、下落してくると思ってます。ので誰が当選者としても事実入りが入ってくるというのが前提です。もうあまりにもうまくいきすぎてるんで、世の中の本質からもうこれ外れてしまってるんで、ビットコインが上がってしまったら、で、まあ、時間が全て教えてくれるんで、こんなにもトークフォークしたとしても、もう洗脳されてるんで、皆さんもうビットコイン上がるってそう思うしかないからね、まあ、それがまあ一般的な素人の考え方なんで、もう相場の本質をここまで理解できてる人世界でもいないんで、私いろんなカンファレンスね、海外でも行ってますが、もう私のレベルで相場理解してる人とも一人も会ったことないです。まあ、全て時間が教えてくれるんで。で、前にも話した通り、ビットコインが8万ドル以上で週足確定した場合、私の間違いになるんで。はい。この短期的な上昇やばいだろうって皆さん思ってるかもしれませんが、全然想定ないです。はい。全然あり得る。11月5日までには全然流動、高値の流動性からもずっと考えてきてるんで、ただ、高野友情世界全然考えてます。まあ、今から面白くなってくるんで、一応ね、米大統領選挙が私の下目線の分析に対して、私の下目線の分析ってより、まあ、ビットコインが下がる、まあ、運命を、まあ、全然覆せない。誰が当選したとしても私はずっと下がると、そう思ってるんで、そういう分析してるんで、どういったファンダメンタルのニュースがあったとしてもビットコインが下がるっていうのが私のロジックなんで、私が相場の本質を知っているからですね、これは。はい、何があったとしてもビットコインが下がります。これが大前提なんでね。まあ、最後に。人は理解できないものに対して低く評価する。アーサー・ショーペンハウアー。彼は人間の思考や理解の限界について多く語り、未知や理解不能に対する人々の否定的な態度や過小評価の傾向を指摘した。以上。